久保さん <laughs>。ついに、ついに手に入れましたか次からの画質が、久保哲郎、人生始まって以来の超高画質になるんじゃないですかね。あれね、ソニーのね、Vlog 用の。あれめちゃめちゃ画質綺麗ですよ。うん。よかったじゃないですか <laughs>。いや、久保さんが画質が、久保さ、久保哲郎画質が上がるのはね、ちょっとプレミアですね。ずっと、あの、画質上がんないかなと思ってたんですけど。まあ、僕はですね、 あのー、結局あのー、今は、適当ですね <laughs>。ずっとスマホでやってって、一眼レフ入れて、で、一眼レフ入れて、いろいろいろやって、結局今は、あの、ウェブカメラっていうね <laughs>。パソコンのウェブカメラっていう <laughs>。パソコンのウェブカメラ一番簡単っていうことに行き着きましたね。うん。あの、iPhone からその、なんだ。 データをね、転送するのめんどくさいんで、これだともう速攻なんですよね。パソコンにまあ保存されますから。これはウェブカメラなんですけど。まあいろいろ僕も、あの iPhone から、あのー、まあずっと基本 iPhone で最初やってたんですけど、いろいろやった結果思うことが、ドローンも買ったりとかね、やったりとか映像入れたりとかいろいろやったんですけど、基本的に情報ビジネスをやっていくんだったら、あの、はっきり言って、 あの、売上と画質売上と、うーん、あまり関係ないと僕は思います。僕はね。うん、これは自分がもうめちゃめちゃ売ってきて思うことなんですけど、実際に過去に、そのへ、4K で、一眼の 4K で撮ってドローンも飛ばして、映像も編集ガッツリして販売しても、まあ全然あんま売上変わんないっていうね。あの、このデータ何回も出してるんで、やっぱそうだよなっていう。別にこれだけで売上作れるっていう <laughs>。てか、こっちの方が僕らしいんで、 これでいいんじゃないかなっていう。うん。だからまあ、あのー、いろいろやってみればいいんじゃないですかね。うん。で、まあ結論、その機材っていうのは、あのー、自分のモチベーションだと思います。自分の自己満足だと、僕はね。うん。もちろんその YouTuber で超編集して超かっこよくして、その動画の広告収入で飯食っていくんだったら、 あ,まあ、ある程度のクオリティがあった方がいいかもしれないですけど別にクオリティがなくても飯食ってる人もいるのでだそれはなんか見てるところが違う見てるところが少ないのかなっていう別に脳編集でも YouTuber で飯食ってる人いますからね普通にうんだからまあそれは見てるところはね、あのー、編集してる動画しか見てないんじゃないかなと思います 僕が本当に最初はもうこれ結構何回も言うんですけど、僕は本当に柴田さんですからね。柴田さんのこの脳編集で、ここ壁紙とかね、ボロボロでね、あの、あの、で、ずっとカメラに向かって喋ってるだけで、あ、これでいけんだみたいな。あ、これでいったらもう勝ちだなと思ったんで、な僕はもう柴田さんリスペクトして、あの <laughs>、なんだ、この形。このなんか素人感丸出しの、まあ、最音声、このマイクはね、買いましたけど、 あーそれ以外は特にもうね今カメラウェブカメラですからねうんまあ、ちょっとウェブカメラこれ2万円ぐらいちょっとして高かったんですけどうんまあ、何がまとめましょうまとめるとあの機材は機材の自己投資に関しては自分のエネルギーというか自分のエンジンの添加剤に過ぎないとうん だから、内から出てくるエンジンがあれば、機材は関係ないってことです。ただ、多くの人って、何かその、添加剤入れないと、そのエンジンをね、こう、なんだ、そう、自家発電じゃないんですよ、みんな。うん。なんか、久保さんとか僕とかは、自家発電いくらでもまあまあできるんですよ。でも、多くの人って自家発電なかなかできないですよね。だから、何かがないとできないっていうところがあるんで、その何かができない、添加剤入れないと走らないとか、ガソリン入れないと走らないっていう場合は、 あの、そういう機材を買ってモチベーションを上げるのは全然 OK なんですけど、ただベースとして自分でこの内からこう作れるものがなければ、どんなものを手に入れたとしても結局やらなくなります。これ間違いないです。うん。だ僕もめちゃめちゃ言われましたもん。吉谷さんマイク何使ってるんですかとか、カメラ何使ってるんですかっていうめちゃめちゃ言われましたけど、僕以上にやってる人は誰一人いないですね。これ間違いなく。うーん。 だからそのベースはやっぱ自家発電ができるっていうのが大事かなと思いますね。自家発電がベースとしてできて、たまにそのモチベーションアップで自己投資して、こうなんかクオリティを上げていく。ただこの特にコンテンツ販売、情報ビジネスをやっていく上で、あの関係ないんですよ。本当に。本当に関係ないです。例えば、 僕の熟成さんで一番そのチャンネル、まあ僕が報告もらってる人の中で、あの、ぶち抜いたのが10万人超えたね、まなみチャンネルさんっていう、まなみさんっていう人がいてるんですけど、まなみさんはいまだにスマホですからね。スマホで撮影して、スマホで撮影して、スマホのアプリで編集して、で、アップしてるんですよ。だからいまだにスマホですね。別に一眼レフとかじゃないですよ。綺麗じゃないですよ。のスマホです。ずっと、いまだに。10万人超えてますけど、スマホです。 スマホだけでいけますからね、今。しかも今、編集アプリとかもすごいんで、あのー、編集もやろうと思えば、普通にアプリでできるんで、うん、僕はちょっとパソコン慣れしてるので、アプリよりパソコンでやっちゃった方がいいんですけど、うん、今はもう本当スマホだけで大丈夫です。うん、ただ、スマホだけでモチベーション上がんないんだったら機材買ってもいいけども、結局、一番大事なのは自家発電できるかどうかですね。自力で走れるかっていう。 だここが、まあ、あの前回の言葉に精通するならば、まあ、本気っていう本気のき気持ちがこう湧き出てくるのかっていう本気という気持ちが湧き出てくるのかっていうところがめちゃ大事ですね。何くそとかやってやるぞとかあ絶対負けたくねえとか、あのー、稼ぐまでやったるとかなんかその気持ちが湧き出てくるこの絶対勝っちゃう絶対勝ったるみたいなね、まあ、それが一番大事だと思います。うん でそれなくしていろんなものを買ったとしても結局あの誇、ー、りかぶって終わりですねうん誇りかぶった人生を送り続けるかそれとも燃えるような人生を送るかはあなた次第いってらっしゃい